はい、皆さんこんにちは。ジャズ喫茶バリーレラのおじちゃんです。今日はヨーロッパのピアニストをお届けします。お待ちください。綺麗ですよね。綺麗なバラードです。今日お届けするのはこちらのレコードになります。エンリコ・ピエラ・ヌンチというイタリアのピアニストです。もう有名な人です。ヨーロッパの、ピアニストで、もう非常に、ヨーロッパに限らずジャズピアニストとして有名な人です。何か聞いててお分かりになる人もいるかと思いますけども、知ってる人もいますけども、なんかビエル・エヴァンスに似てるというような感じがしませんか。この、間とかタッチとか、そういったものが、ビル・エヴァンス派、通称エヴァンス派というのが、用語としてあるわけですけども、エヴァンス派の一人として必ず挙げられるエンリコ・ピエラ・ヌンチという人です。それでこちら二人目ありましたね。ここにマーク・ジョンソン、これはベーシストです。ビル・エヴァンス最後の組んでたトリオのベーシストがこのマーク・ジョンソンです。これは1986年の録音になりますので、ビル・エヴァンスは1981年に亡くなりましたので、もうビル・エヴァンス亡くなってから約5年過ぎてるんですね。それでエヴァンスの最後のベーシストマーク・ジョンソンを加えてピエラ・ヌンチがピアノトリオでこのディープダウンというアルバム名で出しました。ドラムはジョイ・バロンという人です。それでピエラ・ヌンチどういう人かという人、これを見るとちょっとがっかりしちゃうんですけどね、この真ん中にいるこのベストですかね、もっとなんかドーンとして体型がですね、もっとシャキッとしろっていう感じですけども、でもこの人がこのピエラ・ヌンチです。でこれがマーク・ジョンソンです。これはマーク・ジョンソンです。はい、ピエラ・ヌンチっていう人は、こういったもちろんバラードもあれなんですけども、この中では、結構すごくいいテンポで、もっとハイテンポで弾いてるのもありますし、他のスタンダードもやってます。エヴァンスがよくやってたサムデイマイプリンスウィルカム、いつか創造、いつか王子様がもやってますし、このアルバム全体は非常にこれ美しくいいアルバムです。はい、といったことで今日はエンリコ・ピエラ・ヌンチでディープダウンから今日お届けしたのはWe'll be together again という名曲です。スタンダードです。バリレラのおじちゃんでした。ジャズはいいよ。